デジタルグッズを使って日常を便利で快適に過ごせるように何か一つでもプラスになる情報をお届けしたいそんな思いでシステムエンジニアが IT 講師として日本全国を駆け巡っているデジタル教室ですオミクロン株の感染者数が急増して1月9日から今月末の31日まで広島県山口県沖縄県では まん延防止措置が発令されていますけれども新たに新潟、群馬、神奈川埼玉、千葉東京、岐阜愛知、三重香川、宮崎熊本、長崎にまん延防止措置が発令されることになりましたこれで1都12県に発令されたんですけれどもさらに 大阪京都兵庫からもまん延防止措置の要請があってこの2府県にも発令されることになるでしょう感染者数が3万人を超えて過去最多となっているだけにまん延防止措置の発令が広がっていくことが予想されます状況次第ではまん延防止措置から緊急事態宣言へ移行してしまいます 去年の今ぐらいの時期は緊急事態宣言が発令されていただけに今後どうなるのか気になる人も多いでしょう。なおまん延防止措置の期間は明日21日から来月の2月13日までの予定になっています。この2年ほどでリモート環境を整えた人も多いでしょうから 再びリモート環境で仕事や勉強をするのは問題ないかもしれないですね。ですがそれが快適かといえば快適と即答できない人は多いと思います。快適に作業するためには机とか椅子といった環境も大事なんですけれども何といっても作業のメインとなる パソコンが問題になりますそこで今回はパソコン選びの基本となる5つのポイントをお話ししましょうパソコンの頭脳とも呼ばれるのが CPU ですこの CPU がパソコンの基本性能を決めることになります。種類も多くて 同じ名前の CPU でも世代が違えば性能も変わってしまうため注意が必要ですそしてパソコンの性能に直結するメモリーも重要な要素になります低価格なパソコンではこのメモリー容量が少ないため快適に作業を行うことができません最低でも は欲しいところですねアプリを複数起動して快適に作業を行いたいというのであればは必要ととなってくると思いますまた写真などのグラフィックや動画編集といったクリエイティブな作業を行うなら GPU も重要になります。 GPU は 3D グラフィックや映像処理に特化したチップになります一般的なラップトップパソコンでは CPU に内蔵された機能を使用している場合が多いです CPU に内蔵されている機能は最低限の機能となってしまうのでホトレタッチや 動画編集といった作業を快適に行うというのは難しいかもしれません次にデータを保存するためのストレージですデータを保存できる容量も大切なんですけれども快適に作業を行うために必要なのはスピードになりますハードディスクドライブは大容量でもデータを保存したり 読み出す速度が遅いので作業効率が悪くなりがちなんですよですがデータへのアクセスが高速な SSD をストレージとして採用しているパソコンやったら快適に作業が行えますただし SSD は価格も高いのでハードディスクのように大容量のものもありませんそして最後に ディスプレイ。ディスプレイ解像度の違いは画面で表示できる情報量の違いになります。4K などの高解像度であればグラフィックがきれいに表示できて表示できる情報量も多くなります。その反面文字が小さくなってしまって疲れやすくなってしまうんですよね。ですから 通常の利用であればフル HD でも問題ないです。どちらかといえばディスプレイの性能よりも快適性や効率を求めるなら複数のディスプレイを使用するマルチディスプレイ環境がいいでしょう。CPU、メモリ GPU、ストレージ、そしてディスプレイ。 この5つの要素が作業の快適性を左右しますいや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 ないやいやななことはパソコン買う前に教えてや今つうてるパソコン買い替える余裕なんかあらへんでそうですね新規にパソコンを購入するのに役立つポイントに思えるかもしれませんですが 現在使用しているパソコンをアップグレードすることだってできるんです。メモリーの増設ができるモデルであれば、メモリーを増設するだけで作業を快適に行うこともできます。搭載しているストレージがハードディスクドライブなら、SSD へ交換することも可能でしょう。 使用しているのがデスクトップパソコンならグラフィックボードを変更もしくは追加することで GPU の性能を向上させることができます CPU を交換するとなると対応している型番とかを調べんとダメなんで安易にお勧めはしないんですけれども交換可能であれば大幅なスペックアップを望めます 残念ながらラップトップパソコンでは CPU を交換したりグラフィックボードを追加して GPU をグレードアップさせることはできないんですけれどもマルチディスプレイ環境であれば構築することができます今のパソコンの性能では作業が快適にできないというのであれば5つのポイントを考慮した上で グレードアップしてみてはどうでしょうか以前の配信でもお話ししたんですけれども生産性の向上を求めるというのであればマルチディスプレイ環境の導入がおすすめです画面が増えるだけで作業効率が格段に向上するのが簡単に体験できますよ デジタル教室では毎週木曜日のお昼12時に聞いていただけるようにポッドキャストを配信していますウェブサイトや YouTube でもアプリやパソコンの使い方などの情報を発信していますので概要欄からアクセスしてみてください現代社会を楽しく豊かになる考え方や行動に関する情報もポッドキャストで配信していますのでこちらも概要欄からアクセスしてみてくださいデジタル教室からあなたにプラスワン